駒沢オリンピック公演総合運動場公式野球場は東京都世田谷区駒沢公園の駒沢オリンピック公演総合運動場内にある野球場。野球場正門の名番には駒沢野球場と表記されており、この通称表記も多用される。施設は東京都が所有し、財団法人東京都スポーツ文化事業団が指定管理者として 運営管理を行っている。なお、かつてプロ野球、東急フライヤーズが本拠地球場として使用していた、駒沢野球場はオリンピック公演造成のため撤去されており、現存のものとは異なる。1964年開催の東京オリンピックに向けて、旧駒沢球場を1962年に解体し、その後地が会場施設用地として再開発されることになる。 旧駒沢球場の跡地には、都営の駒沢オリンピック公園が整備されており、オリンピック終了後の1965年には、野球場も同公園の別の場所に建設され、主にアマチュア野球に使用されている。現球場の外観は、旧球場をモデルにして設計されたとも言われているが、定かではない。老朽化が進んでいたため、 2006年9月1日から大規模な改修工事が行われ、2008年5月31日に完了した。現在はアマチュア野球を中心にして強用されている。2018年3月から2019年6月中旬まで増築及び改修工事を行う。概要は内外やグラウンドの人工芝化、観客席の増築、照明等、スコアボードの更新など。 スコアボード、ありがとうございます。